すごい。筑波山シャトル。筑波山で無理して。うん。はい、バスで筑波駅からやってきました。筑波山に一滴マウンテン。はい。筑波山神社入り口のバス停を降りたところです。鳥居前にお正月用の門松出てました。進みマウンテン。お正月だからかめちゃくちゃ混んでます。大御堂。はい、おはようございマウンテン。筑波駅からバスに乗って筑波山神社入り口で下車。そしてはい、あちらが筑波山神社です。今日は筑波山に行ってきマウンテン。はい、天狗まんじゅう食べまんぜー。牛牛し。フルーちゃんが甘酒を買っています。さっきはまんじゅうを食べていました。私も甘酒買いました。甘酒、あ、ガマの油売り場があります。わがたまみくじ。わがたまみくじ。あ、白でございます。お、白。白。そしておみくじはじゃ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 。お、大吉。わー、すごい。私今年結構大吉 だらけだ。何回か引いてるんだ。うん、わ、おめでとう。ありがとうございます。ハピピーン。やった、ハピピーン。ありがとう。すごい。御朱印をゲットしました。500円。ひるやちゃんは大吉でした。イエーイ、イエーイ。いいことありそうなお正月。やったぜ。ハピピーン。これから登ります。登ります。参拝してきました。そして今日はまずは女体山登山道を通っていきます。立派な木。ここだ、野菜山頂、つつじが丘。ここから行きます。ここを登っていきます。
右手に、右手に刺さればいいんだね。はい、こういう段差をダンサーのように登っていきます。現在地はここです。白雲橋コースを行きたいと思います。でんてでん、天気が良くてキラキラの木漏れ日の中を歩いております。キラキラです。フリアちゃんも心なしか輝いています。心なしか普段は輝いてい いやいや普段からキラキラですが、いつも以上に心なしくいつも以上にキラキラです。くーちゃん金運出世パワースポットです。すごい、金運出世パワースポットにたどり着きました。お願いしていきたいと思います。こちらですね、こちらから回って祠があります。あ、蛇がいる。あ、本当だ、蛇さんです。ここにも蛇さんがいました。この辺りは岩がすごい岩。白雲橋コースを通ってます。女体山頂へ進みマウンテン。はい、太陽がキラキラです。キラキラな石ゾーン、キラキラ石ゾーンです。強い意志を持って登りマウンテン。はい、この辺りも岩がゴツゴツゾーンです。大きな岩がですね、お、ここもすごい岩という感じで岩がたくさん。気をつけて進みマウンテン。分岐に来ました。うん。おお。楽しみだ。おお。綺麗。わあ、眺めが良いです。はい、とても広かったです。わ、すごい年輪です。天明の基金、明治元年とかですね、すごい歴史ある切り株、歴史ある切り株です。キリカブ。弁慶七戻り。次の地震で起きる。す
すごいバランスの石です。連携七戻りの石。高天ヶ原です。ほう、本当だ。こちらです。この体内くぐり、岩を抜けることで罪か汚れのない清い心身に立ち返ることを意味しています。祈願解析。他にいるよ。ノーノー、触らないよ、触らないよ。チルドレン。チルドレン。一番だ。これ一番だ。陰陽石です。これかな？ほら走らない。はい、山頂までもうすぐ。お、ここは鎖使うゾーンですね。はい、結構ね段差ゴツゴツです。国割石、集まった神々が、へえ、地方を割り振ったらしいという石です。これですね。北斗岩ですって。北斗七星のように、あ、北斗星のように決して動かないことを意味しています。ふむふむ。よいしょ、よいしょ、よいしょ。おー、あそこも岩だ。大仏岩、なんと15メートルあるそうです。大仏だけにだいぶ強そうです。女体山山頂へ向かっています。ワンちゃん登れんのか。あ、確かにワンちゃんが、ワンちゃんがいます。ワンちゃん頑張れ。すごい人。確かに、あ、すごい人気です。女体山山頂に山上。おお、もう1回目の上場。
何枚買ってるの？やばい。一周、屋台さんも山頂です。パパの見て。はい。大丈夫。はい。長いできんな。